イントルーダークラシックの紹介動画です。2011年モデルですね。なんで、後期型のインジェクションの車両になります。はい。付属品なんですが、まずは風防、ちょっと見にくいですかね。はい。風防とスマホホルダー、 USB の電源が2口とレーダー探知機ですね。で、USB の方は一口ね、あのレーダー探知機の方で取られてますので、まあ、自由に使えるのはもう一口だけかなっていう感じです。はい、と、後ろの方がサイドバック。両サイドですね。ついてるのと、バックレストまでついてます。はい。ここまでしっかりね、装備揃ってますので、まあ、ツーリングめちゃくちゃ快適に行けるんじゃないかなと思います。はい。じゃあエンジンかけていきますね。はい。状態も非常にいいですね。だけね、エンジンガードの方に苔傷あるんですが、他特に傷は見当たらないですね。これぐらいかな。はい。あとは言い忘れてた ETC もこちらについております。はい、はい。まあ、年式の割にね、あの車両も非常に綺麗ですし、状態もいいので、綺麗なイントルーダー探してる方は、まあこれ大人気の車両なんでね、早めにご来店とお問い合わせよろしくお願いします。